スターサンジさんにやってまいりました。これからカツカレーとチョコチーズナンを食べたいと思います。もう決めてあるんだ。違う、あれはあのインドの国の、ハロウィンの魔女かと思っちゃった。ちょっと前菜とこれは何だっけ？パパド。パパド。うん、パパド。パパドに緑のちょっと辛めの、まーちゃん難しいことしてる、もしかしたら。いや、そのまま抜くんだよ、その蓋を。まーちゃん違うよ、蓋を抜くんだよな、不器用あるある。半分攻めか、こんなもんやな、で、そうそう、そこにこう、そうそうそう、難しい。ハマドはこの赤いのと緑があるけど、緑が足。あ、いいよ、いただきます。はい、どんどんかけてる。おんめのおせんべいだね、うまみのおせんべい。全然食べない、近くも出て食べてる。うまめの味は香ばしい、パリパリで美味しいよね。でもそっちの緑の方はそんな辛くない、赤い方は辛いような気がした。このサラダのドレッシングが美味しいんだよね。この頃どこかからこれとインド料理店のドレッシ謎ドレッシングっていう名前で発売されました、まずサラダ。せこいから斜めにして食べてみる、今日じゃなんか吸ったん。スターサンジのディナーメニュー、セットメニューっていうのがあったりして、こんなのうちらはカツカレーが好きで、よくカツカレー頼んで、カツカリーライスってやつを頼んでます。あと、チョコチーズナン。チョコチーズナンは他のカレー屋さんではあんまり見かけないブランドメニュー。スープとかサラダ、メニューがめっちゃ豊富です。番号で振ってあります。こんな感じ。タンドール料理も充実してます。あとカレーのメニューですね。カレーのメニューめっちゃ多いです。58まである。めっちゃあります。まだあるね。あ、まだあったわ。すごい。何種類まだあるの？今のところ79種類あるよ。めっちゃ多い。あとドリンク。バナナラッシーなんて飲んだことないね。こんな感じ。なんかお弁当メニューもあって、前もよく忙しい時は仕事の帰りとかお弁当を帰りにオーダーして持って家で食べたりしてました。この B 弁当よく食べてましたね。やっぱり冷めちゃうとあんま美味しくないから、お弁当よりか食べに行った方がいい。ね、はい、3番のカレー届きました。カツカリーセット、カツカリー、
熱いからゆっくりね、やけどする、もう何回も何回も何回もリピだよね、美味しいから熱い、あんまりあれじゃなくて大丈夫、まあ、カツがうまいね、チョコチーズナンが来た、ここね、このサンジさんのスペシャルメニュー、他ではないんだよ、4からのカレーが来たよ、いただきます。カツはこんな感じだ、美味しい、食べに来て美味しいから、こんな感じ、チョコがかかってて中にチーズが入ってて、チョコとチーズのマッチング、カロリーの塊かなでも美味しいよ、みんなどっちがいい、いやどっちでもいいよ、うん、食べな、こっちの方が食べやすい、まあ、うん、いただきます、熱いから気付けてんの、うん、もうだいぶ冷めてきた、うん、うん、こんなんだよ、いただきます、伸び伸び、チーズが伸びましたうん、なんかある、口の周りがあるよ、ここに、うん、美味しいね、これチーズナンは売ってあって、チョコナンはあるけど、チョコチーズナンは売ってないんだよね、なかなかね、結構伸びるんだよ、チーズが、このしょっぱさと甘さがマッチしてうまいんだよね、なそのお皿をこっちに、うん、大丈夫、大丈夫、4枚あるんで2枚ずつ、うん、ほとんどデザートやな、どっちかって、うん、デザート、うん、そうそうそう、うん、でもしょっぱいけど甘い、美味しいんだよね、これをカレーにつけて食べることは絶対にしない、それはしない、でも最初しようと思ったことあったよね、この甘いのをどうしようか、カレーにつけようか分かんなくてね、うんうん、4枚あるんで2枚ずつ、うん、これほとんどデザートやな、どっちかって、うん、デザート、うん、そうそうそう、うん、でもしょっぱいけど甘い、美味しいんだよね、これをカレーにつけて食べることは絶対にしない、それはしない、でも最初しようと思ったことあったよね、この甘いのをどうしようか、カレーにつけようか分かんなくてね、うん、チョコチーズナン、木を食べる、うまい、口の周りがえらいことになってます、チョコまみれうまい、うん、なんかどこで聞いたことあるのかみたいな、チョコまみれよかった、はい、完食いたしました、うん、美味しかったです。ごちそうさまでした。